はい、どうぞ。こんにちは、中野の新宿の南口のご通行の皆さん。今日、まあ本当に暑いですね。もう夏ですよ、本当に。まあ、でくれぐれもですね、健康注意していただきたいと思いますけれどもですね、まあその中で明日、いよいよ G7 ですけれども、まあなんて言いますかね、ただ集まって本物の議論が展開されればいいんですけれどもね、まあ日本でも格好だけつけては困るんですね。本来ならばですね、しっかりとコロナワクチン問題の検証、そういったものも言わなきゃいけないところ、それはスルーするような感じですね。それでは困るわけです。しっかりとこのコロナワクチン問題は世界に多くの疑問を投げかけ、大変な混乱を招いたと、この原因を究明すると、これは G7 がやらなきゃいけない仕事でもあると私は思うわけですけども、これをね、なんか逃げてるような感じはします。コロナがどうなっ、コロナの問題を逃げようと工作しているようにしか思えません。しっかりと真正面からこのコロナワクチン問題を取り上げる、これは世界的な問題なんです。これがまた過ちを二度と起こさないようにしっかりと議論していただきたいんですが、まあ難しいですね。とにかくこう格好だけつける、それじゃダメなんです。本物を議論をするということ、コロナワクチン問題がそれは第一位、ね、そして日本でもなんか拉致問題も言うとか言ってて、格好だけで、昔から拉致問題はね、自分の政権の時にはしっかりとやるということを言ってるから、口だけで何ら行動も起こしておりません。こんないい加減な国家でいいのかと思いますね。口だけ番長って人いましたけどね、本当に口だけ、これじゃダメなんです。実際行動に起こして結果を出すまで必死になってやらなきゃいけない。そのためにも戦後のこの歴史観というものを見直す必要があると私は思います。いつまでもね、戦後の東京裁判士官に侵され、自虐士官に侵され、そんなことではね、話にならない。政治家何をやってるかということが言えると思います。ぜひ皆さんも戦後の検証をですね、まずしっかりとしなきゃいけない、それを最近常に感じております。一つ皆さん、そういうことで本物の議論、ね、正しい、知識のもとに、事実関係のもとに真実を解き明かすことが重要であると思います。まあ今日はそういうことで、一つ皆さんも頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。まあ短いけれども。